今日は皆さんが大好きな絶縁抵抗系です。なんともっと安くて12800円でした。めちゃくちゃ安いです。日本のやつここまで出ないと思うんですよ。はい、お疲れ様です。今日は皆さんが大好きな絶縁抵抗系です。これ見たことありますかね。アスローっていう会社が出している絶縁抵抗系になるんですけど、アスローの Z60 という絶縁抵抗系です。テストリードっていうんですかね、とワニ口にするクリップと赤にも黒にもついてますね。あとはまあさっき外したんですけど、こういう短絡帽子っていうんですかねがついてます。今回ねこれがね値段が1万6000円ぐらいで、この前僕がやった絶縁抵抗系これがまあ6万円で、皆さんが持ってるデジタルメガはだいたい3万ぐらいやね。だいたい日本製の半額ぐらいということで、使ってみてくださいということで提供してもらったんですけど、絶縁抵抗系の詳しい使い方などは前の動画でやってるのでそちら見てもらって、今日は日本製の強力と同じように測定ができるのかやってみたいと思います。ということで計測器といえばアヤヤンということで、アヤヤンに試してもらいましょう。はい、そしたらアヤヤンに使ってもらうんですけど、強力の時もあったんですけど、うん、電圧も測れるってことなんで、ああ目が測ってみましょうか。測れるやつありますよね。はい、電圧数を測る時はこう4つ差し込めるようになってるんですけど、こことここですね。これね4つあるんで、うん、間違わないようにしないとですね。こっちが黒かで、こっちに赤、はい、こういう感じですね。まあ大体電圧測定するとき、さっき絶縁抵抗を測るとき電圧見たりとかすることあると思うんで、まずこの機能ついてるのはありがたいですね。はい、電源が長押しかな、はい、こういう感じで、で今電圧のとこに差してるかと思うんですけど、電圧が出る表示になってますよね、はい、最初から。あ、ちなみにこれ電子切り替えは、あ、これできるんです。なるほど、このボタンを押したら一応直流も測れます。ああ、そういうことですね。じゃあ行きましょうか。100ということで電圧が来てるということですね。はい、100V が流れてると分かりました。はい、絶縁抵抗を測るんで、赤色をラインっていう方、はい、で黒をアースっていう方に差し替えます。はい、大体あの日本の絶縁抵抗系ってこの黒色側、アース側がワニ口になってると思うんで、そうですね、なんでこれ付属のワニ口クリップつけたいと思います。これでまあ一緒ですよね、いつも使ってるのと。こいつですよね。そうですね、一応それが 200V になるんで、はい、じゃあこの回路でいきましょう。はい、まず切って、これがね最小レンジが250からなんで、そうなんですね、なんと一応 200V の回路でいきます。今これ250なんで 250V の電圧が引火される状態ですね。これテストボタンになるんで伏せ当てて、はい、これで電圧がいくんですけど、あ、出たな、来た。これがだんだん上がっていくんですね。そうですね、徐々に上がりますね。この辺は一緒ですね、動きは。180、うん、まあこれちょっと測定が鳴るとき、このダイヤル右に回したらロックかかるんで、これで親指を離せますけどね。ああ、今200超えたのかな、ギガ2500、そうですね、桁変わりましたね、メガからギガに、はい、多分日本のやつここまで出ないと思うんですよ。200メガで切られると思うんで、まあ、ちょっと多分抵抗系の仕様にはよると思うんですけど、そろそろ落ち着いてきましたね。そうですね、多分ここぐらいでしょうね、まとまりましたねっていう感じですね。じゃあいつも使ってる日本のやつと比べてみましょうか。はい、見慣れた強力のやつで、同じようにアースつまんで後ろ刺して、250V に検査して測定、無限大みたいなことですね、これ200メガ。そうですね、200メガでこれで表示止まったんで、あのインフィニティですね。
ってことで、まあ、アイアンに使ってもらったんですけど、これ200ボルト1個測定しただけなんで、他の1000ボルトとかどうなるかっていうのは、まあちょっとメーカーのホームページとかで詳しい検証結果など出てますので、気になった方はそちらを見てもらったらいいかなと思います。まあ、僕ら使ってみた感じはいつも使うのとね、そんな変わらへんかったかなって感じなんで、そうですね、初めて買う時とかね、予備とかいいのかなと僕ら思いました。で、僕からまあ補足で、これは多分他の日本製でもついてるんですけど、こうまあバックライトということで、例えばね、ちょっと電気消してみますわ。停電中とかやったらね、これぐらい暗いんでね、これで数値がこうやって見えます。見えてますかね。見えますね。カメラ上でも見えるということで、嬉しいというか、あってほしい機能かなと。あとはこういうのが付属でついてますんで、こうやね。そうですね、見ながら、こう見ながらこう測定できると。で、単三電池が8本、四角いモデルのやつはだいたい単三8本ですね。2本と一緒ですね。そうですね。で、これね、別売りになると思うんですけど、これって日本製ついてます？アダプターのは普通ないですよね。そうですよね、うん、だからまあこのね、カバンと一緒にアダプターも一応入れておけば、うん、急な電池切れとかたまにねあると思うんですけど、まあ、そういうのにも対応できるかなと。僕冒頭で1万6000円言ってたと思うんですけど、なんともっと安くて1万2800円でしためちゃくちゃ安いです。アスローのページで、まあ、詳しい内容とかこう書いてますんで、もっと詳しく見たい人はこういうのを見てくれたらいいと思います。リンクは概要欄に貼っておきますので見てもらえたらなと思います。あ、でオートパワーオフってことで、まあ、あの電源入れっぱなしでも15分経てば消えるよということです。ということで、絶縁抵抗計でした。今回にアスローさんから絶縁抵抗計とクランプメーターとデジタルマルチメーターを渡してもらっていまして、次クランプメーター編いくんでぜひ見てください。クランプメーターはなんやかんや僕のチャンネルでは初めてですね。そうですね、触ったことないです ね、 今ね。じゃクランプメーターの使い方がまあ分かんない人とか、どんなものかって気になる人はぜひ見てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今回はこちらクランプメーター。クランプメーターってあの電流値を測るためのものなんですけど、クロソンを測ってみようと思います。電気を探知するのがついてるらしくて、ヒートガンでちょっと炙ってみましょう。カメラブルーだ。おー、すげえ。とりあえず面白くしたいです。電気屋を